ポーラネグリはポーランド出身の女優である。本名バルバラ・アポロニア・ハウピエズ。芸名の姓のネグリはイタリアの詩人アーガネグリから取ったもの。サイレント映画時代に活動し、妖艶なバンプ役で大スターとなった。ロシア帝国領時代のポーランドリプノに生まれた。母親は没落したポーランド貴族の家の出身で、父親はスロバキア出身のブリキ職人だった。 父親はロシアに対する革命運動に身を投じたために逮捕され、シベリアに流刑となったため、残された母子はワルシャワに移ることとなった。ワルシャワでバレエダンサーになる訓練を受けていたが病気がもとで、挫折、演技の道に進む。第一次世界大戦の終わり頃までには、ワルシャワで人気舞台女優となっていた。ロマの娘を自称し、その激しい気象と、 強烈な個性はすぐにドイツの演劇界の皇帝と呼ばれていた演出家マックス・ラインハルトに見出されてベルリンに移った。そしてラインハルトの作品ズムルンに主演。この姿が映画界の大物プロデューサーのパウル、ダーフィド・ゾンの目に留まった。ダーフィド・ゾンは当時喜劇で人気俳優兼監督だったエルン・ストルビッチをネグりの主演する悲劇。 主の目の監督に抜擢した。この作品の成功の後、ネグリトルビッチはダーフィドゾンの下で、カルメン、パッション、ラインハルトの戯曲の映画化、超キズムルーン、ヤマネコルシカ、灼熱の城下を制作。彼らの作品は世界中で成功し、1922年にはハリウッドに招かれることになった。1920年代には彼女のエキゾチックで、 グラマラスな容姿は人気を博し、また、チャールズ・チャップリンとの婚約や、ルドルフ・バレンティノとのロマンスも話題になった。特に1926年、バレンティノが亡くなった後の彼女の振る舞いは、メディアの注目となった。彼女は、バレンティノと結婚する約束をしていたと明かし、彼の執銀が列車で、ニューヨークからロサンゼルスまで運ばれるのについて行き、列車が止まるたびに、 写真家のためにポーズを取った。葬式では何度も失神、彼女の名前が綴られた大きなフラワーアレンジメントをバレンティーノの墓の上に置くように用意した。しかし多くのバレンティーノの友人は、二人は結婚する予定などなかったと主張し、彼女の振る舞いは単なる売名行為だと非難した。その頃から彼女のキャリアは加工し始める。彼女の強いポーランド鉛の英語は大衆に、 受け入れられず、当たり役であった悪女役は徐々に流行遅れとなっていった。ネグリは1927年にグルジアの王子だと主張する軍人と結婚した。しかしながら流産及び夫が彼女の財産を投機資金に流用し、1929年の株の大暴落で大損、離婚に至る。投機移行後、1932年に、 RKO の A ウーマンコマンズに主演。映画は成功しなかったが彼女が歌った、劇中歌、パラダイスがヒットし、歌手として全米で興行を行った。1934年以降はヨーロッパに戻り、ドイツ映画に出演。マズルカ、夜の単語の劇中歌をヒットさせた。この頃、これらのドイツ映画の成功によってヒトラーがネグリを気に入り、必要に、 プロパガンダ映画への出演を依頼するが、それを嫌い、フランスに移住。同時期、フランスの雑誌に、ヒトラーの愛人と書き立てられ、この雑誌を提訴し、勝訴している。1939年、ヒトラーが進行してきたフランスを去り、アメリカに戻った。1943年のハイディドルディドルの助演が、好評だったことから、数本の映画や劇場に出演。戦後、 ビリー・ワイルダーはサンセット大通りの主演を彼女に持ちかけたが、落ちぶれた往年の大女優という役柄に難色を示し、断った。ワイルダーは、後年、ネグリなどをモチーフとした奇襲フェドラを作っている。1951年にはアメリカの市民権を取得。1964年のクレタの風車が最後の作品。親友である、 石油長者の相続人の女性の誘いでテキサス州サンアントニオへ移住1987年に同地で死去した。ありがとうございます。